タイタンから持ち帰った情報によれば、太平洋軍は壊滅したようだ。中国のミサイル攻撃によってな。ここは今やチャンの庭だ。ことの重大性を考えてください、キャプテン。慎重になる必要があります。彼女を舞台に入れることはアイリッシュには全てが見えていない。彼女は君たちに同行させる。了解です。アイリッシュから目を離さないようにします。よく言ってくれた、パック。まだこれからだが、君にはリーダーの資質がある。ありがとうございます、キャプテン。飛行場を襲撃するにあたって何か情報は？あるぞ。レッカーを呼んでくれ。パック、レッカー、やってもらいたいことがある。最後のミサイルは有効に使いたい。飛行場を襲撃する。見つかるなよ。敵機が駐機場に出たら合図しろ。奴らを叩いて西へ進み、海峡を越えるぞ。了解、キャプテン。楽勝です。パック、レッカー、失敗すれば我々は全滅だ。だがな、これしかないんだ。フレアの合図から脱出するまでには30秒しかない。ミサイルが降り注ぐぞ。了解。決して味方の爆撃で死ぬなよ。ハンナ、行くぞ。レッカの命令だ、アイリッシュ。おお、お前どこ行くつもりだ。志願したの。志願って誰が許可した？キャプテン・ギャリソン、自分で聞いて。遊びじゃねえぞ。あなた北京語話せる？そんなことお前の心配には及ばねえよ。ねえ、手助けしたいだけ。守ってくれるでしょう。最悪だな。あいつを連れてくのはとんでもないお荷物を抱え込むことになる。総員につく。キャプテンからお話がある。バルキリーの戦士諸君、我々は疲れている。誰もが苦しむ。友や愛する者を失った。それが無駄ではなかったと証明しよう。嵐で敵機は離陸できない。だが長くは続かない。生き残ったのは我々だけだろう。戦わずに沈むわけにはいかない。西へ向かうぞ。嵐に乗じて飛行場を攻撃し、無事にシンガポール海峡を越えるんだ。勇気を持って挑め。嵐を味方につけるんだ。外れれば多くの人間が苦しむことになる。レッカー、運転しろ。ビーチの方に引っ掛けた場所がある。そこに行け。
に進むぞ。移動するぞ。ゲームストーン、ターゲットを決めて。
けその指示はある。やってる。警戒しろ。見えてこねえぞ。水は間違ってない。さすが森の中。
のビルへ上がるんだ。飛行場が見えた。あそこに行かないと。ああ、しかもかすり傷一つで負わないよ。コンタクト正面から。いつまって。いいぞ、レッカー仕留めたな。骨まで凍るな。橋はあそこ。残りは私たち4人でも行くしかない。身を晒すことになる。渡るには向かない。作戦を変えよう。雲が途切れてきた。嵐がやみつつある。急がないと。気に入らねえな。お前正気か。4人で軍隊とやり合うのか。この任務についてはギャリソンと話し合った。いい、彼はリスクを承知して。話したのはお前だけだ。俺の知らないところでな。一体何なの。女が舞台にいるのが気に入らない。女なのは関係ないが、お前は嘘つきだろ。なあ、だってもうやめろ。任務中だぞ。ヴァルキリーの乗員のことを考えろ。救出した人たちだ。俺たちにかかってるんだぞ。くそ。手を貸せ、レッカー。信用できねえな。あの女何か隠してる。目を離すだろ。行こう、急ぐんだ。飛行機が見えたぞ。軍用機はないけどな。すぐに軍用機も出してくるでしょう。嵐も長くは続かない。どう見てもそう思えねえな。車の影を移動する。目立つなよ。ここの気候はおかしいだろ。ええ、でもそれを味方につく前方に何かいる。心配しないで。こいつをどかすぞ。やってる。そっ、誰が押せ。よし、これで腕は使える。コンタクト、ターゲットは3つ。ターゲット排除。クリア。立て。よし、車に戻れ。パックは窓を割れ。ハンナは非常ブレーキをチェックしよう。3で行くぞ。1、2、3。もう少し。危なかった。ここは危険すぎる。橋から降りないと。お前を置き去りにはしない。誰一人見捨てはしないぞ。押せ。なんだっけ、手を貸して。もう動けるでしょ。一体どうなってるっていうの。何か引っかかってんのか。ストラップが引っかかってる。分かった。待って、今のはクソでかい船だ。ストラップ。早く足を逃げる。やってろ。分かった。ふんばれ、しっかりして。ふんばれ。みんな無事か。
アモニアクトたちのクザは立てて。プレーを打って脱出、俺たちならできる。あなたたち一緒になってどれぐらい？アイリス・トレッカーはずっと前から、あと軍隊長だったダン、俺は1年ほどさ。ダンはどうしたの？海に飲まれた。あの、ごめんなさい、知らなくて。武器の貯蔵庫だ、レッカー。声が聞こえる。どうした？地上スタッフと歩兵数名で。格納庫の近くにいるはずね。お前が仕切ってんじゃねえよ、ハンナ。何が問題なの、アイリッシュ。行くぞ、ここを越えるんだ。何、私が信用できない、嘘つきって呼ぶの。私が何をしたの？それだよ、ハンナ。お前は何もしてない。信頼ってのはな、勝ち取るものなんだよ。よくそったれ。
まかれるなよ。行くぞ、カッパロマ。応援だ。閉じ込めるしよ。あと一歩だぞ。反対する前に倒せ。片付けろ。どうした方がないの。